科、医学者、精神科医。君等は朝日中受賞。学位は、医学博士。日本芸術院会員、文化功労者。本名は、小木貞高。本名でも著作がある。東京大学医学部助手。東京大学医学部の研究所助手。東京高知書医務部議官。パリ大学、サンタンヌ病院医師。北仏、サンブナン病院医師。 東京大学医学部附属病院精神科助手、東京医科史科大学医学部助教授、上智大学文学部教授などを歴任した。1929年、東京府東京市芝区三田に生まれ、東京市淀橋区西大久保に育つ。母方の祖父は、医師、発明家の野上88、父の小木隆二は、安田生命のエリート社員で、後、取締役。 大久保小学校5から6年の頃、新潮社の世界文学全集を単独したことが、後年長編作家になる素地を培ったという。1942年4月、東京府立第六中学校入学。1943年4月、100倍の倍率を突破して名古屋陸軍幼年学校に入学するも、 在学中に敗戦を迎えたため軍人への道が立たれ、1945年9月、東京府立第六中学校に復学。同年11月、旧生都立高等学校理科に編入学。1949年3月、旧生都立高校理科卒業。同年4月、東京大学医学部入学。1953年3月、東京大学医学部卒業。 東大精神科、道の研究所、東京高知書務部議官を経た後に、1957年より、フランス留学を果たす。フランスに向かう戦中で、私費留学生の辻国をと知り合う。パリ大学、サンタンヌ病院、北仏、サンブナン病院に勤務し、1960年に帰国。同年医学博士号取得。東京大学附属病院精神科助手を経て、 1965年、東京医科歯科大学犯罪心理学研究室、助教授。1969年から1979年まで、上智大学文学部教授。2017年8月24日、東京都にて1964年、立原正明主催の同人誌、際に参加し、高井雄一、岡松和夫、白川正義、西周一、金子正夫、 ことを秋浦と知り合う。また、辻国王を通じて、同任し、文芸首とにも参加。この頃、栗浜特別少年院で、犯罪心理学者として、非行少年の調査を行う。1968年、長編、フランドルの冬の第一章を、太宰治賞に応募し、候補作として、展望に掲載されるが、その後全体を刊行、芸術編章新人賞を受賞。 1968年には短編、くさびらたんで第59回、芥川賞候補にもなる。5年後の1973年に帰らざる夏で谷崎純一郎賞を受賞。同年活躍した小川国夫、辻国夫と共に73年三バガラスと呼ばれたが、江藤敦氏がこれらを補入で批判したため、江藤と平岡徳義の ホニー論争を引き起こした。1979年から文筆に専念。同年に、宣告で、日本文学大賞受賞。1986年に、出現で、おさらぎ次郎賞受賞。1987年のクリスマスに、遠藤修作の影響で、カトリックの洗礼を受ける。1998年に、永遠の戸で第48回。 芸術戦勝文部大臣賞受賞。2000年、日本芸術院会員。2005年、朝日中受賞受賞。2011年、文化功労者。2012年、雲野のとにより毎日出版文化賞特別賞を受賞。無論再生とは七神道の血縁。娘は、QVC ジャパンショッピングナビゲーターの加賀真穂。自宅は、東京都文京区本郷にある。 オウム心理教事件において弁護士に依頼され朝原将校に接見し、訴訟能力はなく治療すべきであると結論付けた。死刑囚の苦しみを描いた宣告が代表作で死刑廃止論者と見られている。1982年発表の怒りのない船は太平洋戦争中の外交官、クルスサブローとその一家をモチーフにした小説だが、 作中でその息子が大日本帝国陸軍の戦闘機、操縦者となり、戦闘中避難し脱出効果したところ、日米ハーフだったために、アメリカ兵と誤認され、民衆に竹槍で残殺されたこととなっている。実際にも、クルスサブローの子息、クルス両陸軍抗議隊は、日米ハーフであり、テストパイロットとして、玉飛行場に、所在の陸軍航空審査部に所属していたが、 死亡の状況は小説とは異なり空襲ゲア劇のために出撃準備中にプロペラに巻き込まれる事故によって即死している。クルス夫妻は息子が小説に描かれたようなアメリカ人と誤認され殺されるといった死に方をすることを何より恐れていたとされる。当初は小説の登場人物は名前が変えてあったが再犯時に実名に変更されたため、 クロス隊員の戦死時の状況については、航空士や渡辺陽次が詳細な聞き取り調査を行い、実際には事故死であることは確定している。死因の絶像とも言える加賀の記述と実名への変更については、当時の戦友などが抗議を行い、渡辺も加賀に質問状を送付しているが、加賀からの回答はなく、現在も同書は実名記述のまま書店に並んでいる。著書、編集 ありがとうございます。